好評のニュートロンのシリーズでございます。カタリストは単管でしたけれども、ニュートロンはこんにちは、シアラスポーツです。皆さんお元気ですか。今日は久々にバットのご紹介でございます。もちろん M 級対応、新旧対応ですね、コンポジットでございます。当店、ルイビルの特約店ですので、11月2019新商品が入荷しております。順番にお見せしていきますね。それではどうぞ。はい、まずはルイビルのカタリスト2チタニウムからですね。これは単管のモデルでございます。単管っていうのはこちらね、ワンピース、こうやってるでしょ、はい、ワンピースの構造ですね。素材がコンポジットで、全体同じ素材で、チタニウムですから、このチタンベルトがここにね、巻いてあって、強度がアップされてるわけですが、その素材の良さを、最大限に引き出す新旧モデルということになりますね。シルエットもかっこいいものとなっております。メーカーさんのお歌い文句は、薄型カーボンコンポジットバット素材が新軟式ボールでさらなるパフォーマンスアップを実現、トップバランスでございますね。はい、でスペックはここに入っておりますけれども、84cm740g、バレルは2と8分の5インチというふうなね、長さになって、おります。非常に飛びそうですね。まあヘッドを効かせて、ガンガンね球を飛ばしたいっていう人にはいいんじゃないでしょうかね。こちらまず第1点、ルイビルスラッガー M 級対応カタリスト2チタニウムのバットでございます。はい、それでは次のバットいきますね。好評のニュートロンのシリーズでございます。カタリストは単管でしたけれども、ニュートロンは2ピース構造、こちらのハンドル部とバレル部が接合されているということですね。はい、ここに2ピースと入っておりますが、ここで接合されております。これが特殊な技術らしいですね。うん、で一番の特徴はこちら最上位モデルでありますが、バレル部が3層構造です。内管と外管、外側、内側の、筒と外側の筒、その間に、ラバーが入っておりまして、三重構造ですね。こちらの方に説明が入っておりますけれども、新旧対応に合わせたトランポリン効果が最大限に得られるようなバランスで作られております。はい、ですので、非常にですね、新旧に対して相性がいいというふうに言われておりますね。はい、スペックはこちらに、こちらも、はい、これも入っておりますけれども、84cm の740g、バレルの長さから2と8分の5インチということで、メーカーの歌い文句は、打撃部にラバー素材を装着したハイパフォーマンスモデル、一番最上級モデルでございます。コンポジット材の厚みを調整し、新軟式ボールに対応ということで、今のボールにバッチリ合わせたしなやかさをバレルに持たせたということで、トランポリン効果、前もね説明してますが、このたわみですよね。バットというのは、このバレル部のたわみと、それからハンドル部のしなりですね、こちらが非常に飛距離に関係してくれるわけですが、このたわみをね最大限に生かすというふうな M 級対応2ピースコンポジットバットニュートロンでございます。ということでね、
今日は2019年新旧対応のバットね、2タイプご紹介したわけですが、最上位モデルのニュートロンのシリーズが税抜き4万円、このカタリストですね、カタリスト2、 定評のあるカタリスト2スタンベルトのものがいくらだったっけ、税抜き36,000円、両方ともね高額ではありますが、それだけの実力は発揮していけ、発揮してくれるだろうというふうに思われますね。はい、どうでしたでしょうか。両方ともね、今日お見せしたのは 84cm740g でございますが、ちょっと昨今のバットの重量からするとね、若干重めでトップバランスですから、軽いもの、ミドルバランスが好きなもの、好きなミドルバランスのものが好きな人っていうのはちょっとね、慣れないかもしれませんけれども、飛距離を出すということを考えると、やっぱりある程度の重量は必要ではないかと。トップバランスの方がヘッドが効いて飛距離も出ますね。はい、ニュートロンがセミトップバランス、言ってなかったっけ、カタリストの方がトップバランスでございます。店頭にございますので、興味のある方ぜひいらしてください。昨年はニュートロンすぐ売れ切れちゃったんで、欲しい人は早めに見に来た方がいいかな、うん、それでは皆さん、さようなら。まあ昨今ね、軟式球が変わってバットの値段が上がって、私時々ねメーカーさんにね言うんですけど、硬式球、ベースボール用のバットより軟式球、ラバーボールバットの方が値段が高いってどういうことってね、お話ししたりするんですけれども、ちょっとこれはどうなんでしょうね。ソフトボールは分かりますよ。ソフトボールはあれゴム巻いてますけど、中詰まってる硬式のでかいやつですからね。昔でいうトップボールの大きいやつみたいなイメージですから、あれはかなりバットに強度を求められますから高くなるかなと思うんだけど、軟式球で4万円超えっていうのはね、売っててお前何言ってんだって話ですけど、ちょっと良くない傾向ではないかと私自身は思っております。ただ、距離を金で買うというお客さんが多いので仕入れておりますまあでもそうですね、軟式の場合は実際はそういうことがあり得るんでしょうね。まあプロの選手なんかは木のバットですからね、ベースボールを木製バット、ウッドのバットで打つっていうのがまあ野球の基本なんですけども、軟式の場合はね、まあアメリカでいうとソフトボールのスローピッチに相当するのが軟式、日本の軟式野球なんですけどね、ソフトボールもゴムボールがあるのは日本だけですからね、ゴムのボールがあるのは日本だけです。はい、ベースボールと革ソフトボール、その2種類が本場での使用球でございますね。お客さん来ないですが、この辺りで終わります。